宜野湾の皆様、こんにちは。今週も、FM 宜野湾ラジオ番組、ギブギブギブのパーソナリティの伊藤奈と申します。はい。で、今回はですね、素晴らしい方がもうね、こう、教え子と、まあ、お仲間が多いってことですよね。なるほど、そうでもうすね。ひ、そういった、意外はい。と、なぜか、教会の中にも活躍されてる方です。いろんな、そういう、なんだろう、いろんな、なんだろう、イベントもそうですし、あはるい、プロジェクトチームの中でもリーダー的な方が、なぜか多い、よく言われてそうでますすよね。ね。そうなんですね。じゃあ、このね、今ね、今井さん含め、後ろにいらっしゃる方々から、またこう、次の、この、中小コーチの協会でも、こう、際立った活躍をされる方が、また多分、どんどん出てくる、っていう感じはしますよね。はあ、いいチームですね、本当。そうですね。はあ、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、今西さんご自身もその0期で、その MVP に登壇されて、確か準優勝でしたっけ？はい。準優はい。勝でしたね。はい。ね、取られていらっしゃる。その、はい。まあ、東京ゼロ期という、なんはじゃこれはって気になったんですけど、ですね、まあ、い。はうまく参加者の方が、顧問契約ができですね、い。はい。はい。なんかやっぱり、なんだろう。参加費の元を取るのを成果って言ってるんですけども、そのはい。率が低ければ、また何回もやる意味がないだろうということで、バルミ先生が考えられて、はい、はい。で、実際、ゼロ期を実施してみたら、15人の中の9人が再現性が高い養成塾というところだったので、私は、そうでしょうね。契約高をね、その専門家、その税理士さんとか公認会計士さん、お金のプロフェッションの中で、そういう専門でない私が一番になったらですね、それはかっこいいだろうなという思いで、一生懸命ですね。で、私がプレゼンするまでは、回目にプレゼンになるんですけはど、成果発表。私が発表するまで私が1位だったので、ところで私の後に、静岡の朝日さんと、下の名前しか忘れああ、そうない。だったんですね。木村正弘さんが、確かで3000万、記憶によると3000万ぐらいの契約を取ったということで、すごいですね。はで、彼が1番で、で、私が2番なんですよ。すごいですね、それでもね。私の名前が今2なので、1番になれなかったっていうネタをいつも滑りいえいえ。そう、夢さん、こういったね、ダジャレがね、時々こう発しますんで、リスナーの方も、まあ、柔らかく聞いてください。でも、すごいですね。その中でも、やっぱ2位で、こう、そしっれかりしかね。できる。素晴らしい、素晴らしい。まあ、そうですね。まあ、今もね、だいぶ活躍もね、されて、環境コーチという名のもとをね、こう、多岐にわたるね、活躍もされあ、つそうですつ、ね。はこう、後輩の育成ですかい。ね。で、はい。で、あと、こういった、まあ、OB の方も、こう、つなげる活動もね、こう、されていらっしゃるということで、もう、素晴らしいね、ご活躍で。ぜひともね、この、今西さんは福岡がね、ご出身で、あまりこう、聞いたそうこでとすないね。名字だとはね、思うんですけど、そうですね。まあ、今里の名前って今、全国で400人ぐらいなので、絶滅危惧の人種なので、大切にしてくださいとは言ってるんですけど、ルーツはですね、大分県の宇佐神宮っていう大きな神宮のそばに今里っていう地があってですね、そこがルーツで、まあ、家系図があるんですけど、家系図があって、藤原家の末裏ということでですね。おお、いいじで、ゃないですか。うん。うちにはないんですけど、そこに今里っていうところに行くと、いろんなお宅に家系図飾ってあって、で、今里家の歌とか。おお、そうなんですか。由緒正しい家系なんですけど、なんかその家系図に私の家系がないというですね。あれ？村八分だったのがね。で、あら、あらららら。うちのおじいちゃんが、地元の相撲取りだったらしく、それでおお、心身を潰したって言ってたので。あららら、あららら、そんな、村八分だったかなという、これ豚で。そうだったんですね。そんな、先生の一座も あったってことですね。で、体型だけはその相撲取りの家系を引き継いでるんで、お腹はかなり、いや、立派です。そうですね。ちょっと今隠してね、かけてますけど。でもね、私よりかはスリルですよね。あ、伊藤さんに負けますね。伊じゃあ藤ちょっさとね、だいぶ超えちゃってもあれですけど。はい。はい。まあ、そんな
我々のもう師匠である、まあ、今井さんのことをちょっと今深掘り、キャッシュコーチと、まあ、今井さんの深掘りをさせてもらいました。ありがとうございます。はい。はい。ですか。あ、いいぞ。はい。じゃあ、今度は、はい、ありがとうございます。まだまだね、お時間はありますので、じゃあ、ちょっと個別に。じゃあ、この佐々木さんですかね。はい。今やってらっしゃる、この、朝の、セミナーとか。あ、はい。はい。はい。あ、ありがとうございます。なんかその辺をちょっとお話ししたいなと思うんですけども。はい。結構、忙しい時期にあれですよね。始められましたよね。確定申告の。そうですね。はい。ちょうど2月末とか3月の頭に。やっぱはい。はい。り、一番、ね、確定申告で、助けを求めているときに、できればそこでちょっとお手伝いしたいなと思いまして。そこ今に年多変えかって。たんじゃないですか、インボイスが入ったんで、そ私も結構来ましたよ、3うですね。月。飛び込みで。あ、私あんまり税務申ああ。告受けてないんですけど、はもうどうしてもって人がやっぱ来ちゃって、まあ、頭から10年目に入力しましたけど、やっぱそういう方多かったんじゃないですか？そうですね。やっぱりタイミングとしてね、どうしてもインボイスっていうところで、なんか、よくも分かってないんですけど、とりあえずやらなきゃみたいな方もいらっしゃって、実はインボイス登録するとこうなるんですよっていうところから、ああ、なるほど、なるほど。やっぱり、先に登録してくれって言われて、渋々とか、本当に、少しでもお手伝いできればなっていうのを、お気持ちが、ちょっと、ありまして、ああ、やってそうるんでですよす。ね。取引先からね、やっぱり言われちゃうと、ね、収入ね、やっぱり楽したくないから、やっぱり皆さんね、取らざるを得ないってね。ああ、はい、方もね。結構こうね、制度複雑ですよね。なんか2割特例とか、なんそうかなんです。こう、8割とかなんかいろいろなってこう、大混乱しちゃいますけど、なかなか、制度自体がね、やっぱりちょっと難しい。問いは難しいのでね、やっぱりそこああ、で、なるほど。ね、困ってる方を、なかなか自力でね、やるのはなかなか大変だっていう方がいらっしゃる。どうしても、まあ、であったりとか、まあそういった伊藤さんであったりとかね、詳しい方の力が、本当にあると、やっぱり役立つのかなっていうのは本当に思います。そういったね、やっぱ困った方をこう、フォローするというのは、やっぱりこう、佐々木さんならではの、こう、すごくこう、温かい、こう、方なので、すごくやっぱり皆さんもね、ぜひね、佐々木さんを頼っていただいて、沖縄方でも OK ですか？そうですね。はい。今回も、そうですね。那覇の方の、ちょっと、ズームで、今回おお。は、まあ、本当に間際の、3日前とかになんか、ありがたいことをお話しいただいて、3日前、なるはい。ほど。どうしようかなと思ったんですけど、でも、ちょっとね、そこはお手伝いしようかなと思いまして、はい。やらせおー、ていただい素た晴らこしい、となりま素晴しらて、しい、素やっ晴ぱりらこうやってしい。ズーム、まあ、今、ズームで繋いでるんですけども、本当にどこで全国、対応できるっていうのは、本当に今、いい時代になったなって思いました、本当に。ああ、ぜひそのね、沖縄方にも、これは後でアーカイブでも、流せますので、リアルで聞けなくても、ぜひその方にもね、お伝えいただけると、佐々木さんの、またね、さらにこう、温かい人柄も、こう、理解いただけるんじゃないかなと、思ってますし。もちろん他の、聞かれてる方もぜひ、ね、まだね、この放送するのは6月の、まあ、半ばですけど、まあ、あっという間に冬が来ますので、また、個人確定の時期になった時には、ぜひともね、横浜で開業されてる、あとでちょっとホームページとかね、載せときますんで、はい、ぜひともね、りがおとうご問いざい合わます。せを、いただければと思います。はい。はい。ちなみに佐々木さんがこの化粧コーチに、授業っていうか、講座に入ろうとしたきっかけって、ちなみに何ですか？ちょっとテーマがガラッて変わって申し訳ないんですけど。そうですね。あ、はい。ありがとうございます。そうですね。先ほど、今にさんもお話しあったと思うんですけど、税理士、今までずっとメインでやってたんですけれども、税理士っていうのは、やっぱり過去の数字が、まあ、メイン。まあ、それが、まあ、大事ではあるんですけれども、まあ、申告するために、まあ、過去の数字を取り扱ってるっていうのがメインだったんですけれども、でも、やっぱり起業家さん、もう皆さん、社長さんとか気になってるのって、やっぱり将来のことなんですよね。ああ、そうかもしれないね。なので、ちょっとそういうところを、もっと今まで以上にお手伝いしたいなっていうように、ちょっと探してたんですよ。ちょっと迷いながら、ホームそうだペーったジんよでりすも。ね。はい。そしたなら、るたほど、まなたるほど。ま、大宮でキャッシュフローコーチを学べる、ところメインスキルとして、そこでちょっと参加してみました。なんか噂にはキャッシュフローコーチっていうのは聞いてたんですけども、まあ、全国に結構いらっしゃるっていうのは聞いてて、でも、どういうものかわからなかったんですけども、こういろいろ調べていくと、なんかすごい今の自分に、なんか役立つというか、なんかいろいろできることが増えそうだなと思いまして、キャッシュローコーチ学ばせていただきました。学んでよかったです、本当に。
なんか言葉をこう表現すること、端的な言葉、そう、今すぐ15分とか、こう、その位置効果とか、なんかそういった言葉がやっぱ刺さりてますよね。そうですね。まあ、財務の知識もしっかりですけど、はい、あ、はい、あ。そうです。なんか本当に一番印象に残ってるのは、この点の、ああ、フレーミングの左手の法則ですか？マンション3ゴールっていう、ああ、そうですか。やっぱり、なんですかね、一個の、やっぱいろんなね、目的持ってないと、なんて目的がないと、やっぱり、ああ、確なんかにですか、確かこれに。たどり着かないなっていうのは本当に思いまはして、い。何をするにしても、やっぱりちゃんと目標を立てて、プラン立ててやらないと、やっぱり思ったような成果って得られないかなっていうのは、本当にこのキャッシュフローチで学んだことによって体感いたしました。ワンアクション、スリーゴール。一つの行動で三つのこう成果を求める。それでこういうポーズ。理科のあれではありませんね。フレーミングの。やりての法則ではございません。キャッシュオコーチのもう定番のフレーズですかね。はい。もう写真撮るときはこれで、そう写で真す撮りまね。す。はい。そういう、まあ、決めポーズですね。はい。ありがとうございまはい。す。はあ、なるほど。今日もね、ひょっとして最後はね、あるかもしれませんけど。はい。皆さんもそのワンアクション、スリーゴールっていう言葉を、ぜひともね。インプットいただいて、それだけでも全然価値はあるのかなというふうに思います。あ、先生、ありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい、じゃあ、池田さんの深掘りを、せっかくなんで、じゃあ、今、一人一人深掘りしてみますので、はい。時間まではありますので、はい。はい。ちょっと同じような流れで恐縮なんですけども、池田さんがこのキャッシュコーチに、入ろうとしたきっかけと、そのキャッシュコーチの授業で何をこう一番得られたのかっていうのを、もしお話しいただけたらなと思ってます。はい。入ろうとしたきっかけはですね、僕が、税理士事務所を退職して、その後一般会社の経理をやってるときに、やっぱり独立してなんかやっていきたいなと思いがあったんで、うん。はい。中小企業診断士の試験を受けるだったかな。で、元から知ってるソニー生命の方が、と一緒に、受験したんですけど、そこで、例えば、いいけど、これ知ってるって言って。で、その人は4期か5期かの。なるほど。先輩なんですね。で、こういうのあるよって言って、教えてくれて、あ、そういうの、ちょっとやってみたかったんですよねって言って、入ったのが本当にきっかけで。で、もうそのまま僕はもう今、キャッシュフローコーチ1本で、ほぼやってます。研修もありますけど、やってるまま、それが本当に仕事になってるっていうところですね。メインはもう本当に、さっきもちょっと言ったんですけど、社員コーチングが一番多いですね。社長さんに、一回体験でやってみますかって言うと、僕もそうだけど、社員たちにお願いしますっていうのが多くて、たくさんギャップが出てくるのが面白いですね。ああ、やっぱりこう、従業員と社長の、立場の違いという、そうね。を感じる場面が多々あるということですね。そうですね。社長は、ああ、なるほど。いつもこうやって伝えてるんだけどなって言ってるんですけど、一なるほど。番、社員の声で一番多いのが、社長が思ってることを知りたいっていうのが一番多くて、何にも伝わってない。ああ、めちゃめちゃキャップありそうですね、そこは。めちゃめちゃあります。本当に。あとはやっぱり、やめようと思ってますが、一社に一人は絶対いますね。ああ、なるほど。組織あるあるなのかもしれませんね。これ言う時点で、余地があるなと思ってて、で、僕そのまま、面談しながら、本人が喋ったこととかを全部メモして、一緒に見ながらやってるんですけど、で、これ書いたことそのまま見せますからねっていうですね。で、そうなんですね。この書き方でいいですかっていうと、もうなるやめようと思ってるんで、いいですってほど。じゃあこれ何ヶ月後か、他といたらやっぱ爆発してすぐやめるってなってたかなっていうことはやっぱり結構ありますね。で、結果話し合って、大丈夫だったっていうパターンも、やっぱり、すごいじゃないですか。ね、圧一人倒のす社員る。を救った。まあ、社長も救ったものなの？ 普段やっぱ言わないんだなっていうのが、ああ、面白いし、社長の言ってることは全然伝わってないっていうのがほとんどかなっそうていでうのは、す本当に、ね。どこの会社でもあるなってそ感じうでですね。ですよね。そういうのよく聞きますよね、本当。私のクライアントでもね、やっぱりいますしね。なかなかこう、従業員さんが思っていること
まあ、社長とか、あと経営層が、っていうことは、あ、全く違うなって、こう、思うこ違いとは、ただただあったりするんですけど、まあ、でもそこをね、調整する、ポジションとして、そのキャッシュコーチって、まあ、キャッシュコーチなんかお金ってイメージがあるんですけど、そのお金だけじゃなく、その組織の、まあ、潤滑油としての役割も果たせるという、ポジションですよね。はい。コーチングのやり方をやっぱりしっかり教えてもらったんで、で、はい、はい。僕ももうちょっとコーチングパワーアップさせたいなと思って、他の、まあちょっとはい、本当に簡単なセミナーとかも受けたんですけはど、い。あ、はい、はい。キャッシュフローコーチで教えてもらったやり方が一番しっくりきてうん。て、で、まあまさにそれを実践させてもらってるっていうところですかね。しかあれですもんね。そぎにそぎ落としたシンプルなバージョンっておっしゃってましたもんね。今井さんも、含めその今井さんのご師匠であるそのワニさんですかね。もう他のいろんなある中でも一番シンプルに、もう一番やりやすい。はい。形式が立ってないっていうところが結構、そうですポイント。ね。ただ大事なポイントはやっぱこことここぐらいのそう感でじなすんで、ね。まあ、それが学べたのは僕の中ではすごい財産そうでになっすてます。ね。単純な三角形なんですけどね。あ、ね。そうです。こう三角形書いて、まあ、現実と目標とあとのこう三つぐらい書いてね。うん。でもあれ書くことでこう見える化するから、じゃすぐなんか動きたくなるような。じゃあ、今すぐ15分じゃないですけど、じゃあ15分もないですけどとか。ね。だからこう、いい意味の強制力も持たせられそうなツールですよね。まあ、健ね。康的な強制力って言葉をよく使ってますね。ああ、いい言葉ですね。なるほど。はい。さっきのね、ワンアクション3ゴールもそうでしたけど、健康的な強制力。そういったね、やっぱ、フレーズが、講義の中でも、すごく刺さる内容が多かったですよね。本当に。ああ、そうですね。そう。まあ、そういうね、池田さん、そのマネジメントゲームやってらっしゃいますけども、確かあれですよね、地元の、青年、あれは会議所が正しい言い方ですか？あ、商工会議所の青年部。の青年部の、すごく大事なポジションを使えてる方なんですよね。あ、ね、あ、もう、あれですか？終わっちゃったんですか？2年やった。また来年やりますけど、まあ、なるほど。あ、週のちょっと、はやるです。い。はい。はい。そう。その、まあ、青年っていうぐらいなので、今日のメンバーの中で一番ね、お若い、方でもありますし、今ね、リスナーの方でも、その30代の経営者の方で、ね、まあ、もしもしちょっと聞いてみたいという方がいらっしゃれば、この池田さんに、あとで載せときますんで、池田さんの取り扱い先を、ぜひコーチングのお申し込みを、社長もそうですけど、従業員でもいいですよ。OK ですか、従業員でも。はい、そうですね。もちろん。ははい、っていう話なので、ぜひとも、お問い合わせを、はい、いただければというふうに思います。い、はい。ありがとうございます。まあ、結果的には皆さん今日ね、4人のティーアップじゃないですけど、ちょっとお話をさせていただきましたけども、はい。結構ね、早いもので、今もうね、45分あったんですよ。あっという間にこうね、収録って早いんですよね。はい。で、やっぱりこう最後はね、この回のやっぱ大御所のニックさんにバシッと締めてもらいたいと思うんですけども、この回を今後どんな風な展開に持っていきたいのかっていうのを、ミックさんならではの、あとミックさんのこの音楽の話もちょっと交えてもらえると、怖い話。歌手の話もぜひぜひ、お願いしたいなと思います。じゃあ、歌手からいきましょうか。あ、歌手の話ですね。そうです。はまい。ず、はい、そこから。私、芸名と言いますか、ステージネームを持ってます。それがミック山本という方なんですけどね。そもそも私、ロックが好きでですね、しばらく、ここ17、18年くらいは、ローリングストーンズというバンドのね、カバーをやってるんですけど。まあ、そのステージを見た人がですね、私のことをミック、ミック、ミック山本と呼ぶようになりまして、それで、まあ、ミック山本と芸名してます。で、長野、それから、まあ、首都圏のとか、横浜、都内とかで、時々ライブをやるんですけど、おかげさまで、いつも満員になるんですけどね、そんな、趣味、親父バンドの趣味を持っております。まあ、趣味も頑張って、仕事も頑張るということですが、そんなようなところです。で、16期の、今後の展開ということですそうですね。ね。あ、そうだ。一個だけさ、ミクさんの今の保険の、本気の話もせっかくなんで、アピールを。はい。い。はい。私ですね、そもそも30年前にある外資系の保険会社に入りまして、そこから仕事を展開してきました。それで、その流れにね、ファイナンシャルプランナーを取り、そして、
をやってまいりましたけど、独立14年ほど前に独立いたしまして、今は、数十社の、まあ、大体、日本で営業している、主な主要な保険会社ほとんど扱っておりますし、その他、いろんな金融商品、ニーズ、イデコ、あるいは確定拠出年金など、こういうものを幅広く扱いながら、そして、特に中小企業のご経営者、それから中小企業の社員さん、中小企業様にね、財務の視点から、しっかり分析をし、お話をして、まず財務、コンサルを結んでから、そこから金融商品や保険も、その財務にのっとって正しい選択、正しいやり方をしようという形で、皆様に、お勧めしているというか、まず財務が、のところから、視点から考えないと、すべて金融商品だから考えて加入してしまうと、非常に会社、後々問題になったり、良い方向に行かないということを私知っておりますので、そこのところをこだわってポリシーとしてやっております。ありがとうございます。そのきっかけで、このね、セミナーね、まあ、入られたりとか、まあ、いろいろこう受けられていらっしゃるとは思うんですけども、はい、おっしゃるこ通りです。の、キャッシュコーチ、一番何が、ミックさんの中では、ぐさっと刺さった内容になりますでしょそうですね。やっうか。ぱり、お金のブロックパズル。これが、非常に私も勉強をたくさん財務してきましたけど、やはり決算書を見て取って、その口頭で数字のだけで伝えると、なかなか、伝わらないご経営者っていうのが、多々おられる。んですね、それと難しい話が嫌いというか、触れたくないという考え方の方。それがこのブロックパズルの考え方で伝えていくと、すごくこう、ピンと来てくれると。伝えやすい。そして、肝の部分を、財務改善の肝の部分を本当に伝えやすいっていう、そういう魅力があると思いますね。なと、るほど、な準る備ほをど。持っていると思います。はい。ああ、いいですよ。こうね、こう、本業のこう保険につながるために、この、キャッシュこそエッセンスが、こう、より活かされた形で、今すごくね、ご活躍されている、まあ、ミックさんでありますけども、まあ、皆さんだから、ね、もしね、保険で、こう、気になる方がいらっしゃれば、あれですね、この見直しとかはタダでやってくださるんですか？それはもうご相談は、無料で乗らせていただきます。はい。まあ、動画にはなっちゃうんですけど、後でこう、お問い合わせ先も入れさせていただきますので、ぜひね、沖縄の方でも、また沖縄以外の方でも行かれている方に関して、ミックさんに、ぜひとも、お声をかけさせていただけたら、ありがたいなというふうに思います。はい。じゃあ、この大宮重機の、この会の今後の展開を、じゃあ最後、バシッと、ミックさんの方から、こう、熱く語っていただけると、ありがたく思います。よろしいでしょうか。はい。この回、まあ、先ほども、話に出たように個性的なメンバー揃ってますし、皆意欲的ですし、そして、この絆をね、こうやって勉強会を各所で開くことで、絆もどんどん深めてきておりますので、やっぱりこの絆をさらに強固なものにして、それぞれの、仕事、につなげていきたいということと、やっぱり、それぞれが持っているクライアント様に貢献して、やっぱりここから日本を変えていきたいかなっていう思いありますね。はい。すごい壮絶な、決意が最後にこう、変えていきたいっていう日本。ああ、素晴らしいですね。まあ私もその一員で頑張れるかどうかはちょっとあれですけど、皆さんと日、いや、伊藤さんも一もう緒そにやろれそろ。ば、そうですね。ピンではね、なかなかできないと思うんですけど、こう、皆さんがこう、寄ってたかって集まれば、実現できるんじゃないかというような、期待がすごくいただけるお声といただきまして、ありがとうございました。そう。もう早いもので、あっという間に、もう1時間弱。まあ、世界55分なんですけど、収録がちょっと週、何でしょう、前後、コマーシャルとか入ってしまうので、まあ、今回2週に分けて、30分番組なんですけど、2週にわたって、この大宮16期、この仲間のティーアップを、させていただきましたので、沖縄方、ぜひともね、こういった愉快な仲間と、ぜひともコミュニケーションを取ってもらえるというふうに思います。まあ、2週にわたって、流させていただきましたけれども、ぜひともね、このキャッシュコーチと言葉も、こう、後で検索できるようにしておきますので、皆様もね、ぜひとも、お申し込みいただければというふうに思います。
はい。今日ご出演いただきました、今里さん、ミック山本さん、佐々木さん、池田さん、ありがとうございました。はい。リスナー方も、2週連続、ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。じゃあ、今週はここで終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございます。